はい、ですね、電飾しますので、前も言いましたけれどもね、ここのライトと、このコックピット、そして、今ちょっと頭部外してますけれども、この物合いですね、も光らせたいと思います。もしかしたらこの動画ボツになってるかもしれませんが、物合いがね、これえらいちっちゃいんでね、なかなか大変な作業になるかもしれないですけれども、まあ、ちょっとできるところまでやってみようと思いますので、多分こっちはチップ LED、 チップこちら普通の丸 LED かもしれませんが、まあ要はここをね、抜いて中に電球仕込んで、そうですね、電池はどこに仕込むかですけれども、まあここに仕込むとちょっと色塗装するのもめんどくさいんで、ここを外して中にスイッチがあって感じにするのがベストかな。はい、まあ、まあスイッチの方をちょっとまた後で考えるとして、型を取りたいと思いますので、型重い、もしくはお湯丸ですね、これを温めて、ね、ぐちゅっと押し付けて、でパーツを作るという方法を行っていきます。お湯を入れていきます。はい、でパーツですね、押し付けます。取り除きます。どうでしょう、欲しいところはレンズの部分だけですので、まあちょっと多めには入れてもいいと思いますけど、大事なことは、まあ、気泡がない方がいいということですね。それをクリアすると、UV 照射用の LED ライトです。あれよりも早いし、安いですよね。これ一つ、まあ安いって言っても、まあ1000円近くかかるかな、送料合わせると。ちょっと不安なので、もう一回照射しておきましょうか。丸いレンズのところが欲しいんですよね。綺麗ですね。透明感もあります。これでね、他の余分なところは取り除いて、この透明の部分だけを移植するということをやりたいと思っています。はい、見えますでしょうか。これはさっきのレジンから切り出したレンズパーツですね。ちょっとまだガタガタしてるところありますが、これをペーパーでもう少し整えてやって使いたいと思います。はい、以上、 UV レジンによる透明パーツの作成でした。それでは。